おはようございます。キングコングの西田明弘でございます。日曜日の今日はですね、皆さんからの、リスナーの皆さんからのですね、質問相談に、えー、答えていく回となっているんですけれども、えっ、ー、と、これ事前収録をしております。こう、事前公開収録をしております。えっ、ー、と、土曜日の夜に、えっ、ー、と、なので昨日の夜に収録したものを、今ね、こうやって配信させていただいているんですけれども、公開収録っていう形をとっているので、えっ、ー、と、収録時にたまたま立ち会った方もいらっしゃいますから、えー、その方々からいただいて、 いいいいいいっったたた質問相談に、えー、乗っていききとと思思まますすど、えー、どんんもう一発目絶対選んでやろう。あ、いきなりこれなんだことですもん。いいっすね。えー、っと、食料自給率って何ですかっていう <laughs>。これもうホリエモンに絶対やめてね。ググレかすって言われるところなんで。食料自給率って何ですかっていう。まあ、あのー、まあ、これは、 まあよく聞くし、まあ、調べればどこにでも出てくると思うんですけれども、まあ、食料自給率っていうのは、えっ、ー、と、まあ、要するにですね、国内に出回ってる食料のうちですね、えー、供給されてる食料のうちですね、国内で生産された食料が占める割合のことですね。と分かりやすく言うとですね、と 日本にじゃあ100個のおむすびが出回ってるとして、そのうち30個が国内産のおむすびで、70個が海外産だったら、えー、日本の食料自給率は30%っていう、<laughs> 単純に言うとこれだけの話なんですけども。ただですね、ちょっとややこしいの何かっていうと、うん、食料自給率って、うん 品目別に出す場合もあるんですね。パンとかご飯とか、こう、ひ、こなんかね、そういう魚とかさ、品目別に、えー、と、出す場合もあるし、あと食料全体で出す場合もある。あとはですね、ここが結構あるんですけれども、カロリーベースで計算する場合もあるし、生産額、まあ要するにお金ですね。値段ベースでけあのー、計算する場合もあるんですね。 このカロリーベースって、まあ要するにですね、じゃあ日本っていうか変な変な言い方ですけど、日本中に、えっと、国内に出回ってるカロリーが1000カロリーだとするじゃないですか。国内に供給、供給されてるカロリーが。そのうち、何カロリーがえー国産のもので、えっと、のカロリーなのかみたいな感じ。これがあの、カロリーベースの食料自給率っていうことですね。で、生産額ベースっていうのはもう要するにこう値段ですね。 国内に1億円分の食料が出回ってたとして、えー、その中で、えー、と国内産の食料っていうのは何円分が占めてるんだっていうのが、これは生産額ベースの食料自給率っていうので、なので、カロリーベースの食料自給率と生産額ベースの食料自給率っていうのはね、全然違うんですよ。 カロリーベースだとどれぐらいだったっけななんか30%とか40%とかそれぐらいで、えっ、ー、と生産額ベースだったら60%ぐらいな。なんかそれぐらいちょっと差があるんで、これあの、ちゃんと調べていただけると、えっ、ー、と、僕よりもちゃんあの Google の方が詳しいので、その辺の数字はちゃんと調べてください。まあ、要するにカロリーベースの食料自給率と生産額ベースの食料自給率があるよというお話でございました。まあ、そんな感じです。えー、どんどん行きたいと思います。えっ、ー、と、 あ、じゃあこの質問答えたいと思います。えっと、以前西野さんはちょこちょこ寄付してますみたいなこと言っておられたと思うんですけれども、あまり世に出ていない西野さん、えー、およびチームニータウンの社会貢献を教えてくださいあ。確かにこんなことしてますよってあんまりね、あのーな、なんかそれ以外に結構、別に隠してるわけじゃないですけど、それ以外にお知らせすることが多かったりして、あんまりこう社会貢献のところで知られてない。知られてないところで言うと、 まあ、これは社会貢献半分、うん、自分たちの活動半分だったりもする。まあ、それも非常に重要だなと思ってるんですけど。例えばね、あの、ラオスっていう国があるんですけれども、ラオスっていう国に、えっ、ー、と、まず僕個人としては、えっ、ー、と、小学校を寄付したっていうのは一つ。で、小学、それはですね、えっ、ー、と、あれなんだっけあ、チックタック約束の時計台っていう絵本の、えっ、ー、と、印税はもう全部そっちに、えー、と使った。その後の印税どうなったかちょっとわかんないですけど、 その小学校を作ることにも全部使いましたっていうのが、えっと、一つ。で、えっ、ー、と、小学校を作るだけでは、えっと、あれだなっていうことで、あの、当然その子たちがそのあの小、その小学校出た後に、働く場所とかって必要じゃないですか。で、雇用の問題で絶対出てくるんで、っていうわけで、えっ、ー、とね、畑を買いましたね。ラオスに。えー、コーヒー畑。厳密に言うとコーヒー畑を買ったっていうか、えっ、ー、と、ま、僕たちはその土地をガンって買えないので、現場でそのコーヒー畑を、ま、持っている人に、 まあちょっと、あの、借りてるみたいな感じですね。あの、コーヒーってね、結構ね、森で作るんですよ、意外と。あんまイメージないですよね。まあそこ、そんな感じでですね、コーヒー畑を、あまあでも、要するにコーヒー畑を作るための森を買ったみたいな感じですね。で、そこで、えっ、ー、と、まあなんかお仕事がちょこっと作れたらいいな、みたいな感じで。まあそんな感じで、小学校作ったりだとか、えっ、ー、と、あと森を買って、えっ、ー、と、そういうコーヒー畑、 を作りの、まだそれはかん、そこまでは、あの、まだ出来上がってないですけれど、そこまでの流れは。で、えっ、ー、と、雇用を作るっていうのは一つとか。あとは、えっ、ー、とね、これとかあんまり知られてないかもしれないですね。ニウエっていう国があるんですけども、すごい海が綺麗な国なんですね。人口が1800人ぐらいかな。まあ、そういう国なんですけども、あの、ゴミ処理施設がちゃんとないんですよ。なので、どうなってるかっていうと、結構ね、あの、島民の人がですね、あのその国の人がですね、みんな山、山にゴミを捨てるんですね。山奥の方に。 ただこれね、どっかで限界来るんですよ。やっぱり山に捨てたゴミはやっぱ土が汚れて、そして土が汚れて、その後海が汚れてしまうんです、せっかくこんな綺麗な海なのに、えー、そんなことでなんか汚れてしまうのちょっと嫌だなっていうことで、えー、これはですね、えっと、オンラインサロンの売り上げからですね、えっ、ー、とね、焼却炉を買ってですね、結構高かったんですけれども、すごい最新の焼却炉を買って、えー、に上に運ぶっていう、もう運び終えました。 で、今どうなってるのかなちょっと分かってないですけども、えっ、ー、と、上にはもう焼却炉運んで、そういうごをでもイメージしてください。なんか、小学校とか中学校の時とか、焼却炉みたいなのありませんでした。意外とあの、焼却炉っていうので、何百人とかのですね、えっ、ー、と、学校の生徒のゴミってなんか処理できてたじゃないですか。みたいな感じで、あれのすごいい、e、版の焼却炉を作ってですね。 まあ、要するにゴミ処理施設をちゃんと作るっていう、えー、まあ、そんなことをやってます。まあ、ちょうどそれ運び終わったりのタイミングでね、コロナが来てしまったんで、なかなか行けてないんですけども、多分もう最近ちょっと、あのー、またコロナがこう、落ち着いたというか、もう解禁になったと思うんで、またちょっと、ちゃんと現地の、に足運んでですね、その現地の様子ちょっと見てきます。まあ、そんなことをやったりしてます。まあ、小学校作ったり、雇用を作ったり、 あとはその環境問題ですね。なんかそんなことをやってたりだとか。まあ、あとは国内外の子供たちに絵本配ったりとか、そういうことをまあ、やったりしています。みたいな感じです。えー、どんどん行きたいと思います。えっと、あ、これいいですね。西野さんが感じている NFT の魅力を聞かせてください。そうですね。まあ、二つかなと思ってます。えっと、一つはですね。まあ、これは2、3日前の放送でもお話ししましたが、 えっと、まあ、キャラクター IP の可能性ですね。まあ、これに関しては、あの、もともとですね、日本がキャラクター大国っていうのもありますが、とね、もう少し身も蓋もない言い方をするとですね、と日本の世界戦はですね、キャラクター以外のゲームは、ほぼもう負けが確定しているっていう現実があると。ま、すべてではないですが、あらゆるシーンでも結構負けが確定しているなっていう。ここ数年で、うん、この業界の世界戦はもう勝負あったなっていうのを結構真ん当たりにしてるんですけれども、 えー、キャラクタービジネスに関してはそれが、えー、全然似合わないと。あのー、池早さんとか、あとは先日ね、収録でご一緒させていただいたネオ東京パンクスさんとかが積極的に NFT をやられてる背景は、まあ、えーそ、それもあると思いますね。いや、ここで勝負しなかったら僕たち日本人どこで勝負するのみたいな、そういう考え方もあると思うんですけれども、やっぱそこは、えっ、ー、と、日本人が持ってる、えー 可能性の大きな大きな一つだなっていうのが、まあ、あの NFT の、まあ、要するにキャラクター IP ですね。えー、その可能性が一つと。で、二つ目は何かっていうと、えー、まあ、手段としての NFT の可能性ですね。なんかあの、この NFT って聞くとですね、すぐにこうアートの方をね、イメージしちゃう。今だとほら、あの PFP っていうあの Twitter とかさ、まあ、SNS のこのアイコンとかに使われるようなさ、ああいうプロフィール写真みたいな。 ああいうものをイメージしちゃいますが、もちろんこれ NFT アートっていうのはですね、NFT の使い方の一つに過ぎなくてですね、えっ、ー、と、この部分を NFT にすることで、これまで実現できなかったことが実現できるっていうことがあって、えー、それこそですね、まだ内緒なんですけれども、昨日僕のサロン内で、えー、と僕のですね、次の、うん、NFT の使い方、 あの、まあ、要するに僕の次の NFT を絡めたビジネスについて書かせていただいたんですけれども、それなんて NFT 以外では絶対に実現できないことなんですね。と例えばさ、あの、分業制でえあの絵本を作るっていうのを何年か前にスタートしたんですけれども、僕。あれってやっぱりクラウドファンディングっていう選択肢、えー、そしてクラウドソーシングっていう選択肢、まあ、この方法、この2つの方法がないとできなかったんですね。 分業制で絵本を作ろうと思ったら予算が必要なわけじゃないですか。で、この予算っていうのは、まあ要するに絵本の売り上げから、絵本の売り上げ、まあ印税から、えー、賄え、印税で賄えるものではないんですね。なので、印税以外の、えー、なんかこう売り上げというかお金を作んなきゃいけない、その方法として、えー、一つクラウドファンディングっていうのがあって、クラウドファンディングっていうものがあったから、絵本の分業制っていうのが、えー、っていう選択肢が生まれたわけじゃないですか。みたいな感じで、NFT が、えー、と、あったから、えー、と、 そのやり、こういうやり方があるよねっていう、この可能性が生まれたよねっていうのを、昨日、あの、サロンで書かせていただいたんですよ。で、これ、めちゃくちゃ面白い内容になってるんで。あの、昨日のサロン記事、多分サロンメンバーさん全員ひっくり返ったと思うんですけど、で、これ別に NFT に興味ある、興味ないとか関係なしに、ああ、確かに、その、確かに NFT があったらそのやり方、あるよね。これまで僕たちが、 すごい爆打だと思ってたことが、一か八かの大勝負だと思ってたことが、NFT って言ったら確かにそれって、それいう爆打じゃなくなるよね。すっごい手堅い方法になるよねっていう、そのやり方の一つとして、あの、新しい提案をさせていただいたで、これは、えっ、ー、と、規模で言うとだいぶでかい規模の話ですね。自分が次進めている、 まあ、ビジネスって言うとなんか大層な言い方になりますが、自分の中でちょっとこう半分ギャグでやってるみたいなとこあるんですけども、だいぶでかい、えー、ことを進めておりまして、もうこれ何年もかけて、何年も何年もかけてやってる。なんかよくさ、でほんとくだらねえなとか思うんですけど、時々週刊誌とかなんだろうな、よくわかんない変なネットの雑魚メディアみたいな、雑魚メディアって言うなよって話なんですけど、みたいなのがあれどうなってんだみたいな。西野あれやるって言ってたのに進めてないじゃないかみたいな。 詐欺だみたいな。なんかそういう記事をね、なんか半年に一回ぐらい絶対書くんですけど、あの、別に止めているわけではなくて、えっ、ー、と、本当にもう何年もかけて進めていることが、あの、あるんですけれども、まあ、いくつかあるんですね。別になんか口で言ってるだけじゃなくて、本当に進めてて、で、サロンの中では、えっ、ー、と、ここ数日、えっ、ー、と、もう、写真で、もう進んでる進みがもうちゃんと写真で共有されてて、 今ここまでいきましたよ、みたいな。で、結構でけえことをやってるんですけれども、その結構でけえことが、えー、NFT を絡めないとできないようなことだったりするので、なので、えっ、ー、と、NFT に感じてる魅力の二つ目の、この手段としての NFT。まあ、いろんな手段、手段っていっぱいあるじゃないですか。わ、うん、かんない。えっ、ー、と、集金の手段とかさ、決済の手段とかさ、いろんな、その権利を受け渡しの手段とか、あれ、鍵、鍵としての、 NFT とか、まあ、いろんなこの手段としての NFT ってあると思うんですけれども、まあ、この手段としての NFT っていうのはすげえ可能性を感じています。ま、あ本当昨日のサロン記事もめちゃくちゃ面白い内容になってるんで、詳しくはオンラインサロンを見てくださいとしか言いようがないんですけれども、まあ、NFT のね、使い方を知ってる知らないで、これからすっごい差が出るんだろうなと思います。この、この使い方を知らなかったら、この選択肢がないわけだから、うん、なんかなので、えっと、まあ、い,いや、サロン見てください。あの、むっちゃ面白いんで、あの、その一一記事で元取れると思います。 えー、じゃあ最後行きましょうか。えっ、ー、と、そうだな。あ、これを最後にします。えっ、ー、と、武道館で行われた VIP 戦略の講演会の動画を見ました。あ、去年の武道館のやつかなこれは、カジサックの YouTube に上がってるやつだと思うんですけども、えー、見ました。えー、VIP 戦略を進める上で気をつけなきゃいけないことを教えてください。そうですね。まあ、これはむちゃくちゃ重要だなと思ってるんですけれども、あのー、ちょうど おと一昨日か、えー、うちの社員旅行があって、夜、あのー、スタッフとバーベキューとかして飲んでてで、そこでスタッフとそんな話にもなったんですけれども、VIP の話になったんですけれども、気をつけなきゃいけないことが一つで、それは何かっていうと、ですねあの信用は壊れやすいっていうところなんですけれどもあの、よく聞く言葉で言うと、信用は壊れやすいっていう。 信用は積み重ねるのはすごい時間かかるんだけれども、えー、壊れやすいものであると。で、ここって、むちゃくちゃ気をつけておかなきゃいけなくて、例えばさ、そうだな、ハイブランドの、あのー、ハイブランドのさ、ちょっとイメージしていただきたいんですけれども、確かにハイブランドの服って、着心地もいい、素材もしっかりしてる。だけれども、えー、その、機能と値段がイコールかっていうと、 機能以上の値段はもうついてるわけじゃないですか。つまり T シャツが何万円とかしてるわけじゃないですか。原価いくらなのって話で、その T シャツで。多分それ何倍もの値段がついてるじゃないですか。それって、まあ要するにその、えー、ブランドのですね、それこそブランドたるゆえんっていうか、ブランドたらしめてる、もうこの、ここにグッチって入ってることで、すげえ価値が生まれてたりだとか、そういうことじゃないですか。 でえー、じゃあ、やっぱグッチっていう例えばブランドはですねその名前を作るためにですねそこをブランドにするためにいろんなことをやってるわけですよねで。それっていうのは機能以外のこともやってますよね。グッチをグッチたらしめてる、えー、アクションっていうのはあのグッチって別に着心地が世界ナンバーワンだからあの,あのブランドになったわけじゃないじゃないですか。グッチ以外のハイブランドもそうですけど使いやすさナンバーワンだからってつまり機能だけでは。 言ってないわけで、そこには、まあ、なんかこのハイブランド着てたらいけてるよとか、そういうもうイメージをあの手この手で、えー、もうグッチもプラダもあの手この手でつけるために、もう本当に、まあ、あれやこれややってるわけですけれども、で、これっていうのは、えっ、ー、と、壊れやすいんですよ。この、ここで得たブランド信用っていう、それ何か、なんで壊れやすいかっていうと、結論、機能じゃないから壊れやすいんですよ。 機能でつけた値段っていうのは、機能でついてる値段ってすっごい着心地がいい、えー、この T シャツ、もうすっごい着心地がいい。でも着心地ナンバーワンだから4000円ですって言われたとするじゃないですか。じゃあ、このブランドのメーカーがなんかお食事券みたいなことをやったとしてもさ、別にこの4000円の T シャツの価値は下がんないんですよ。な,なんてらその4000円っていうのは機能に紐づいてるか。言ってることわかります機能に紐づいてる値段っていうのは下がんないんですよ。 だけれども、えっ、ー、と、そこに意味が乗っかってくるわけでしょ。この服を着てたらいけてるとかさ、そういう意味っていうのは、えっ、ー、と、乗せれば乗せるほど値段は上がるんだけれども、え、ここっていうのは機能ではないので、この意味が、えっ、ー、と、例えば、そのブランドオーナーがすげえダセえことしてしまうと、あ、このブランドの T シャツ着るの、なんかもうダセえなってなったら、一気に下がっちゃうわけじゃないですか。価値が。機能じゃないからね。 なので何が言いたいかっていうと、VIP 戦略を進めるのはいいと思うんですけれども、大事なのは何かっていうと、その VIP 戦略を進めているチームメンバー全員がですね、うちの商品、サービス、今 VIP 戦略やってますが、VIP 商品出してますが、なぜこの値段が発生しているんだっけっていう、その意味をちゃんと共有しておくことがすごく重要であるっていうことですね。むっちゃ重要なんです。 あ、ここにこういうことをするから、えー、ここにこれだけの値段が発生しているんだっていうことをチーム全員で共有しておく必要があると。なぜなら、誰か一人がですね、そんなことを知らずにですね、なんか変なことをバーンってやっちゃうとさ、ああ、もういいやってなるわけじゃないですか。あの、僕、キングコング西野結構わかりやすいと思うんですけど、結構応援してもらいやすいですね。結構いろんな方に応援していただくんですけれども、これありがたいことにね。じゃあ西野がですね、例えば、 誰かタレントさんが不倫をしました。その、えー、タレントさん、不倫したタレントをですね、SNS でずっと叩き続けたらどうなるかっていうと、これどこにつながっていくかっていうと、西野の応援代が下がっちゃうんですよ。西野ってそういうことに時間使う人なんだってなるとですね、これまで西野の応援代がプラス5000円払ってたところが、これが3000円になり2000円になりっていう、そっちに出ちゃうんですよ。 でも、例えば SNS で誰かを死刑する、死刑すな、私の、えー、処刑の死刑ね。死刑するっていうのは別に今はもメディアの、えっ、ー、と、一つの、やり方というか、一つの仕事にはなってるわけじゃないですか。かそれ仕事で受けちゃダメなんですよ。そういう仕事受けちゃダメなんですよ。やっちゃダメなんですよ、それは。それは、えー、西野はやっぱあくまで、いや、それは個人のことだから、大人がそういう。 いうよそ様の色っにい出すことじゃないっていう、ここでスパンって切ることが、えー、結果的にですね、その西野の商品とかサービスに応援台っていうのが乗っかってくる理由になる。なのでこ、なのでこの仕事は絶対断らなきゃいけない。でもこれチーム全体で、わわ、仕事が来た。なんかすげえいい仕事だ。でけえ仕事だ。受けようってやっちゃうと、その仕事、この瞬間だけはすごい仕事をしてる感じはするんだけれども、 チーム全体の価値が下がってしまう、応援が下がってしまう、信用が落ちてしまう、意味が消えてしまうっていうところに繋がっていくので、VIP 戦略を進める上で気をつけなきゃいけないことは何かというと、意味は消えやすいっていうことをちゃんと共有しておくっていうことですね。そして自分たちが提供している商品サービスは、何にお金が発生してるんだっけっていうことをちゃんと話し合って、これはここに発生しているから、これはやっちゃダメだよね。 仕事であろうと、ここは断んなきゃいけないよねっていう、そういうことをチーム全員で共有しておく必要があるのかなと思います。まあ、そんなこんなで、えっ、ー、と、お時間でございます。えっ、ー、と、本編の中でもちらっとお話ししましたが、その NFT のね、次の使い方、僕別にあの NFT アート今やってますが、まあそれも楽しんでやらせていただいているんですけれども、次の NFT の使い方が多分、えっ、ー、と、みんなひっくり返るようなことで、で、ちゃんと規模のでかいことやってます。えっ、ー、と、 昨日のサロン記事で書いておりますので、興味がある方はぜひ覗いてみてください。オンラインサロン西野なきエンタメ研究所では、西野なきが現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野なきでした。じゃあまたね